女性はですね、社会起業家にとっても向いているというふうに思います。なぜかというと、女性は非常に共感力もコミュニケーション力も高くて、社会の課題に対して非常に繊細にアンテナが張れているかと思うんですね。 で、多くの,の NPO 法人とかにもえたくさんのすでに女性で活躍されている方っていうのはいらっしゃるんですけれどもあのこれからの時代はですねあの起業するっていう文脈でもえよりその 女性がこうもっと、えー、出てこれるんじゃないかなっていうふうに思っていますで。一つの理由としては、あの、もちろん社会課題を捉えるアンテナが張ってるっていうところだけではなくてですね、あの、女性の、こう、なんてうんですかね、第六感みたいなものっていうのがすごく優れているので、あの、非常にこう、あの、ロジカルに課題解決がしにくい問題っていうものに、えー、そのセンスみたいなものをうまく使って、 え、解決につなげていけるっていうのが女性のすごく独特の魅力があると思うんですね。で、そこに加えて、あの、これからの社会課題っていうのはテクノロジーを使って解決していかなくてはいけないんですけれども、 そうテクノロジーっていうものが従来に比べるとものすごく使いやすくなってきてますし、5年後、10年後には本当に誰でも使えるっていうものがたくさん出てくると思います。なので、その今まではその技術的な壁っていうのが女性にちょっと高かったと思うんですけれども、まあ、そういったことをあまり気にせずにですね、あの、課題に対してアイデアを出して、じゃあそれをテクノロジーも使って解決していく。しかも、こう、 ロジカル、100%ロジカルじゃなくて、そのセンスみたいなものを使ってっていうことで考えると、あの、女性は非常に向いていると思います。